6月28日の星座別運勢ランキング第12位双子座内静とリフレクションの日今日は自分自身と向き合い内静する時間を持ちましょう過去の行動や決定について考えることで新たな視点が得られますラッキーアイテムジャーナルジャーナルを書くことで自分の気持ちや考えを整理し内静を深めることができますラッキーカラーパープル第11位サソリ座リラックスと休息の日今日は無理をせず リラックスする時間を大切にしましょう。心身を癒すことが必要です。ラッキーアイテムアロマキャンドル。アロマキャンドルは、心地よい香りでリラックス効果を高め、ストレスを軽減してくれます。ラッキーカラーブル。第10位水が目計画を見直す日。今日は計画を見直し、今後の目標を再設定するのに良い日です。柔軟に対応して進めましょう。ラッキーアイテムホワイトボード。ホワイトボードは、 計画を視覚的に整理しやすく、進行状況を確認するのに便利です。ラッキーカラーシルバー。第9位テザ家族との時間を大切にする日。今日は家族との時間を大切にし、絆を深める日です。家族との交流を楽しみましょう。ラッキーアイテムフォトアルバム。フォトアルバムは、思い出を振り返りながら家族との絆を深めるのに最適です。ラッキーカラーグリーン。第8位オウ牛座。新しい趣味を始める日。 今日は新しい趣味を見つけるのに最適な日です。興味のあることに積極的に取り組んでみてください。ラッキーアイテム DIY キット。DIY キットは、想像力を発揮し、新しい趣味を簡単に始めることができます。ラッキーカラーピンク。第7位天秤座。健康に気を配る日。今日は体の健康に注意を払いましょう。バランスの取れた食事と適度な運動が効果的です。ラッキーアイテムフィットネストラッカー。フィットネストラッカーは、 運動量や健康状態を把握し、健康管理に役立ちます。ラッキーカラーオレンジ、第6位カニザ、情報収集の日。今日は新しい知識を得ることに集中しましょう。読書やネットでの調査が有効です。ラッキーアイテム電子書籍リーダー。電子書籍リーダーは、いつでもどこでも多くの本を読むことができ、知識を広げるのに便利です。ラッキーカラーネイビー、第5位ヤギザ、創造的な活動の日。 今日はクリエイティブな活動に取り組むことで新たな発見があるでしょうアートや音楽を楽しんでくださいラッキーアイテムスケッチブックスケッチブックは想像力を引き出し自分のアイデアを自由に表現するのに役立ちますラッキーカラーティールブルー第4ニューオザ運動とアクティビティの日今日は身体を動かすことに力を入れましょう運動することで気分もリフレッシュされますラッキーアイテムランニングシューズランニングシューズは 快適に運動を楽しむための必需品で、健康的な活動をサポートします。ラッキーカラーレッド。第3一子座。人間関係を大切にする日。今日は友人や同僚との関係を大切にしましょう。コミュニケーションを深めることで、信頼関係が強まります。ラッキーアイテムカフェラテ。カフェラテは、リラックスしながら友人と過ごす時間を楽しむのにぴったりのアイテムです。ラッキーカラーベージュ。第2を止め座。 学びのチャンスの日。今日は新しいスキルを学ぶのに適した日です。セミナーやオンラインコースに参加して自己成長を図りましょう。ラッキーアイテムノートパソコン。ノートパソコンは、オンライン学習や情報収集に便利で、学びのツールとして最適です。ラッキーカラーシルバー。第1位を羊座。リーダーシップを発揮する日。今日はリーダーシップを発揮し、チームを導く日です。自信を持って行動しましょう。ラッキーアイテム腕時計。 腕時計は時間管理を助け、リーダーとしての自覚を持って行動するのに役立ちます。ラッキーカラーゴールド。